では今回はイゴールマクロについてちょっと説明したいと思います。いくつかいろんな人がマクロ公開してると思います。でこちらのホームページでも、いくつか公開されていまして、イゴールのこれですね、ゼム3エクセルイゴールと書いてある。でここのところのここから、下までずっと、長いですねめちゃめちゃ長いですねここから下まで、をコピーして、でこっちのイゴール開いていただいたら、ウィンドウのプロシージャーウィンドウとプロシージャーウィンドウ開いて、ここをコントロール A で、コントロール A で、まあこれでもいいんですけど、でコントロール V で貼り付け、でコンパイルします。でマクロを見るとこんなのができてまして、これをします。でこんなマクロが使えるよというのが公開されています。で、これ使い方なんですけども、例えば前説明したかもしれないですけど、 Excel でこんなのができます。ZEM3 のデータを入れる、コピー&ペーストここに貼り付けると、こうやってきれいにデータが整列されて、で解析するとこんな風に出てくるというのを作ることができます。でこういうのを作ったら、まあ、この順番に、この順番にデータで出すようにしてもらえばいいです、別に。で、レーザーフラッシュのデータだけはここに新たに入れなきゃいけないんですけども、私の場合はもうポリのデータを入れてます。こっちじゃないのを出せばよかったんですけど、いいです。でポリのデータを入れてます。で、この名前が例えば、T142 という名前なので、サンプルネームこうやってホルダーを作ります。でカレントをこっちに持ってきます。そしたらこのテーブルのボタンを押します。でここに貼り付けします。このデータですね。これ私の場合はこの温度までしか、432度までしかデータ取ってないので、この下の部分は偽なんですけども、他の人はもっと取りますね。767とかいきます。ここからここまで取っても変わらないです。でこうやって貼り付けます。貼り付けると見るとここにできてますね、データが。でリネームってボタンを押します。そうするとこの名前、フォルダ名と一緒の名前がつきます。でその後に何かっていうのが、分設置何かっていうのがつきます。例えば DQC だったら温度、テンプ K っていうのだったらケルビン、でレスって書いたらレジスティビティで、Z って書いたら ZBEC で、 K って言ったら熱伝導率で、 ZT だったら ZT で、 P だったらパワーファクターで、 KEL は、キャリア成分の熱伝導率、 PH だったら KPH だったら炎成分のっていうふうになってます。でもこれ閉じてもらっていいです。でボタンを押せば、画面、画像が出ます。こんなふうに出ます。こうやって結果出ます。なるようになってます。でこれにすると、ニュータイムズローマンの書式になってます。こっちのニュータイムズローマンのこっちの側のやつは論文で使うような形式になってます。日本金属学会は多分この形式で出せばいいです。で学会発表とか、内部で発表するという場合にはこのエリアルというのを使ったのを行っています。でこれで使ってデータを出せばいいです。でこの他にも、オールグラフというボタンを押すと全ての物性値がこういうふうに出るようになっています。パワーファクターやエレクトロンで、 TBEC はちょっと値の変化があるのでこうやって出ます。で消したいときはデルのボタンを押しますと全部消えるようになっています。こうなってます。こうなってますね。で、こうなってます。ちょっと違うのも作ってみましょう。個人情報が割れてしまうので、ちょっとやりたくないんですけど、しまったな。しまったね。私がデータをちゃんと準備してもらわないと。例えばですね、もう一個別のやつ、T140 というのを作ってみましょう。で、ここにフォルダー作ります。T140 番、これ140ってことは140個作ってるんですね、実はね。でここに作って、また同じようにテーブルのボタンを押して、ここのものを解析したやつを貼り付け、でリネームボタンを押して、フォルダー名のものができてます。で追加したい場合、ここの
オールプラスってボタンを押すと追加します、本当は。エラーが出ちゃったな。ということはうまくいかないかったのかもしれないですね。それかまたはここのプラスというボタンを押すとこうやって追加されます。この右の部分はね、今の現在のままとプラスするようにというふうになってます。なので、こうやって付けていくとどんどん付け足しができます。オールのプラスはちょっとうまく働かなかったので、ちょっとそこはちょっと確認してもらう、ホームページ管理者に確認してもらおうと思います。こうやって出ますんで、こうやってどんどんやっていきます。で、縦軸と横軸、このオプションと書いてあるやつは縦軸と横軸を変えられる、変えるものですね。インテンシティというボタンを押すと、ここ縦軸がインテンシティになって、で横軸エレクトロンボとかこうなりますんで、好きなように変えてください。テンプ系とかこういう風になってます。コンポジションとかよく使うのがこうやってボーダー一つで変わります。で、あともう一つオフセットの機能もついてあります。オフセットはよく使うと思いますんで、オフセット、このオフセットに値を入れるとこの値が変わってきます。例えば10って入れると、こうやって値がオフセットがつくようになってます。100って入れたりする。なのでこういうふうに簡単に0に戻せば0に戻ります。で、最新のものに対してオフセットがつくようになってます。で、このプログラムを見る、さっき見てましたプロシージャーファイルですけども、この縦軸と横軸人によっては違うと思います。ピークが見える範囲内で、縦軸はまあいいとしても、横軸、縦軸と横軸毎回ある程度決めたいなということはあると思います。もうこれ固定になってるんですけど、どこ変えるかって言いますと、セットアクシズってここがたくさん至るところにあります。で、そこの部分の値を変えると変わります。例えば300から750の値、ここからここのここまでになってるんです。これは値を変えればもっと広い範囲で自動的にボタン一発ですぐに出るようになります。なのでそこを変えていただければいいですね。基本的に変える部分はそこだけですね。で、ご自身の使っている温度範囲に対してボタン一発で好きな範囲が出るようにしとけば、もう余計なことをやらずにどんどんパチパチパチとできてくるということですね。そこでもう少しだけちょっと説明できればよかったんですけど、他に変えるところはあんまりないですね。まあ、ちゃんとここに上にコメントがついてまして、こことところと大体似たような名前がついてます。だからですから、そこのところでセットサイズって書かれている部分のところを毎回変えていただければ、縦軸と横軸の範囲もう決められますんで、そうしてください。で、必要な範囲内だけすぐに表示できるようにしておけばいいです。そうすればもうすごく楽にどん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 といきます。で、この出るっていうのは一応この現在のフォルダーに目に対応して、表示しているフォルダー名に対応してます。ここのところの名前で消えるようにしてますんで、T142 ですからね、ここが。なので、こう T142 って書いたら T142 にカーソル持っててから出るボタン出さないと消えないです。で、T144 してこうやって出てきます。もうすぐに結果出せますんで、こうやってもう非常に簡単ですね。あとは本当は追加してたらどんどんレインボーとかいろんなことがなるようにしていけばよかったんですけどそれはちょっとしてないです。で、本当はこのオールプラスとかオールマイナスはちょっと作った人に聞かなきゃいけないんですけど、これを押すと、ここの場所を変えてここを押すと全部これが追加されるようになってるんですけども、ちょっとなんかうまくいってないですね。いってないですね。なのでそこはもう直してもらうようにしようと思います。なのでそういう感じになってます。で、オフセットとかプログラムもよく使えますので、まあここのオプションだけ一般多くの人たちは使うかなと思ってます。そうですね。なのでオフ使っていただければと思いますね。で、オフセットの具体的なプログラムというのはここのところの部分になります。なのでここの部分をよく見ていただいて、どういうふうなプログラムになっているかというのを理解していただければ、この全最後に選択クリックしたものの、に対する、例えばこれでいいんですけど、オフセットどうやってつければいいのかなというのが分かりますし、他にいろんな処理をそれぞれのデータに対してさせたいという場合にも役に立ちますので、ここのところだけはしっかり見ていただけるところですね。で、ここがメインのオフセットですけども、これを読んでいるものがあります。全部この下の部分にはメインの処理が書かれているんですけども、ここに書いてあるこの名前がさらに上のところに書かれています。なのでそれを参照してください。で、それで、送ります。この部分のパネルのところっていうのはそれに対応しています。
例えばテーブルって書いてあるんです。テーブルって書いてありますけど、このボタンを出しますよ。で、タイトルはテーブルの名前になってますよというふうに作ってあります。で、プログラムはこのボタンってこの名前のところ、下にあったところありますね。そこになります。例えば分かりやすいのは、このボタンのプロックアンダーバー94と書いてありますね。これ下の方に見えますと同じのがあります。これですね。こういうふうにファンクションでこれがあります。なので、これと対応しているんだなということ。これがプログラムの中身、ファンクションの中身。で、その前の上のところの部分がこのテーブルの指定に関わってきます。なので、これを大体見てもらって、あとは、ヘルプで、コマンドヘルプで、ここに全部チェックを入れて、で、どんなものを使っているのかというのを、このボタンとか、セットデータとかいうのがここに出てきますから、ちゃんと説明書きが出てきますから、それを見て、どういうふうに作られてるのかなっていうのを理解してもらえばと思います。そしたら、いろんな作り方できます。まあ、ほぼこれで、これ使えば大体いろんなことができると思います。で、放射光の人は別に組マクロっていうのを作るか、また自分でプログラム解析作るんですけど、まあ、組マクロ使った方がいいので、組マクロをぜひとも手に入れてください。で、それじゃない人はもうこういうのプログラムで、全部3使うときはこの上の部分。使わない人はもうこのオプションの部分だけでも十分使えると思います。で、こういうのを作っていただいて、いろんなものに解析に役立てていただけたらと思います。ちょっとここの部分は直してもらうことにしますんでね。まあ、数日内に直ると思います。で、以上で、まあ、解説終わります。